シャイニングレイは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2014年のホープフルステークス、2017年の CBC 賞。馬名の由来は英語で輝く二母シエルズレイの名前の一部で競争馬として輝かしい歴史を作ることを願ってという意味が込められている。11月9日の京都競馬場の二歳新馬戦でデビューし、二着馬に三馬新差をつけて勝利した。 自走に2014年から GII となったホープフルステークスを選択した。レースでは直線で抜け出し、2着馬に一馬身1、4差をつけて優勝。重賞初制覇となった。弥生賞から始動。単勝1.9倍の一番人気に支持されたが、本馬場入場で安状の川田賞美やびを振り落とすなど、落ち着きをかき、レースでも直線で伸びず7着に敗れた。その後、 佐藤急休の脚部不安を発症して、佐月賞、日本ダービーの春のクラシック戦生、3月11日阪神での二川ステークスで2年ぶりに、戦列に復帰し、新たにパートナーとなった北村智和は、長期休養明けなので、ストレスのないような競馬がしたいと心がけていたものの、道中で折り合いを変いて、グレートパールの6着、続く4月16日福島競馬場の、 福島民放杯もマイネルミラノの14着と大敗した。復帰3層目は短距離路線に矛先を変え5月28日、京都の安土城ステークスに出走し、中距離でかかるほどのスピードを生かして3番手から抜け出して2着東証ピストに一場新4分の1の差をつけ2年後、ヶ月ぶりの勝利を挙げた。夏はサマースプリントシリーズ第2戦、7月2日。 中京競馬場の CBC 賞に出走。安土城ステークスよりも1ハロン短く、初めての左回りコースと課題があり、レースでもスタートが合わず、後方からの競馬となったが、前半控えたことが功を奏し、出走メンバー中最速の上がり3ハロン33秒2の差し足で逃げ込みを図るセカンドテーブルを、花さかわし、2年6ヶ月ぶり2つ目の重賞制覇を、遂げた。 その後、スプリンターズステークスに向けて調整されていたが、脚部不安で回避し、暮れの阪神カップに目標を切り替えたが18着と、しんがり負けに終わる。翌2018年3月の高松の宮記念12着を、最後に現役を引退した。引退後は乗馬となる。以上の競争成績は、netkeiba.com、シャイニングレイの競争成績に基づく。 ありがとうございます。